Who dares to enter the mayhem? Chip Zanza。はい、では行きましょう。 A 番台ですが、こちらはロイさんのソルとススムさんの、チップとなります。この後続くカードはですね、おみとさんとアインマン、イサムさんとルーさん、おしげさんとハセさん、そして投げさんからリベンジマッチ希望ということで、おみとさんに1試合お願いしようかなと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、ススムさんといえばやっぱそのスラッシュの優勝がもう、あの当時はあのオガちゃんも倒したみたいなところもありましたからね、めっちゃ興奮したものです。うん、あの時から優勝する時の実況に何かが起こるんですね。さあ、リボルバーから襲った何か漏れたか。今回のカードをですね、進さんからロイさんと対戦をしたいということで、このカード組み合わせが決まりましたが、どうなる。ロイさんは非常にこのリボルバーを効果的に使っていく印象ですね。チャットさんがかなり苦労しているのを見かけますが、確かにフィネス足払い、今日はチップ使いの皆さんたくさん集まっております。すごいですよこれ。さあガンマロマンキャンセル、名前がちょっと MB が多かったとのまんまですが、さあブリンガー、ここはマイクを透かしていく、ジャンピースカッシュブッキーが2敗すらハイスラッシュで、ここはバースト対策。堀さんはなかなかそのバースト対策のコンボをしなかったんですけど、最近は取り入れていますね。ジャニー、エンゲス、ここですね。このファンかなり、おーっと、ここは一発で割っていく、これは対策。さあ橋、めっちゃコンボに詰めている人ですので、さあ画面端のコンボに期待ですが、スマッシュアタック、うわここ無敵で吹っ飛ばしていく、これがロイさんの膝、帝王を彷彿させる膝ですね。これはキエスガード間に合っている。さあ非常に牽制対象的にはそれチップがどうなんですかね、いけてるとは思うんですけど、ジャンプハイサルとかの判定が強い技をブンブン振られると、これの対処が非常に面倒くさいなという印象ですね。特にジャンプハイサルとか落とす前ビーじゃ押しませんからね。さあまずは捉えていきました、ロイソル。さあ1試合終えてどうやって読み合いを変えていくかですね。なかなかルーさんも楽しそうですか。さあラインアンド、まずパチケ空対空に切り替えて落としていきます。ジャンハイから2段当てと思わせて1段下のシャキシゲナン、ジャンハイアルファ確認から日経ギネス、ジャンプ D で返して、さあここ足元ポン、ここでゲームの中で迷彩見えねえ、2敗すら、これが非常に大きい。そ画面端であればね、拾い直しも可能ですからね。ジャンハイから、さあこっから本領発揮か、すき焼きが明らかにグラウンドワイパーより下に判定があるんですけど、この上半身無敵、下半身無敵が回避していきます。ジャンディ落として、落としたこれ、わかんねえ。さあジャンピーで止めていく画面端、龍柳の大きさには関東では、そうですね、サミットさんもそうですけど、遠藤さんかなり使ってる印象を受けますが、ここは耐えてきました。うまい林力から細かくここでホールドのゲージを削っていきますが、ダッシュライト足元立ってる、ニエス、ここは強襲でしたがしっかり耐えてますね。ダッシュからの奇襲ですね。まあ、走ってきたら強襲の間違いはないが、おっと確かにエンクレス9で取って、目は意味をなくす、あそこ2エースが出ている、ブリッツ取って、こうですね、ブリンガーにはやっぱブリンガーリボルバーにはこのブリッツがかなり機能するんですけども、そこに対してフィールドキャンセルをしてきたら逆に前ハイスラカウンターヒットがとんでもないことになったりしますね。さあ、あそこがヒット2敗2敗立ち敗、おっとここで迷彩をコンボに組み込んで、わかんないんですけど、わかりませんって
うわまずいぞ、あーっとここはしっかり飛んでいる。さあ気は緩めません。ワッケー、これでフィニッシュかと思われましたが、足払い転生で回避していました。しかしその後キネスをしっかり、そして進むさんが取り返します。見えないね。チップの迷彩がいい感じに噛み合って見えない瞬間に何か出してて何か食らってました。まあ、この天使星の足場台にはいろんなキャラクターが悩まされるんですけども、ここはうまい具合にね取ってきましたね。さあ1時アルファ、ここはブッキラ位置を入れ替えか、ジャンプ対策でバースト対策しつつ、ここで確定バーストですね。確定のバーストに行くまでにこの基本コンボの部分でこのヘビですからね、チップ使いは強い本当に。メンタルがうまっ、すげえ、これは出罠をくじかれた形ですね。マイハイマイハイド当たりは大きいといったところだったんですが、バーストアタック先端で吹っ飛ばしています。さあこのアシスシすき焼きでグランドバイバーを潰そうという派生を見せているんですけども、それを上回るこの天性グランドバイバー 2K からジャンハイ剣道飛んでいる。ここはうまい、ジャンハイ直前ガードから投げていく、目は意味をなくした。どっちだ、ヒールキャンセル、うまく噛み合わせる。さあここで飛ばす、飛んでいきます、画面端。リボルバーの後のタックが独特ですね、本当にこれは慣れないと厳しいか。先ほどはそのリボルバーを連打していたところだったんで、それを嫌がって画面端が近いんですよ、逃げようとしたんですけども、様子見を選択していました。あ、7先になってた、ごめんね、3先です。取って、タチケ追いかける、足場ヒット、ここはギリギリ届きそうなので、ね、バーストしよう。さあここは強気、怖いんですけども、ここでガッシュを止めないと好きに走られてしまうというところで、しっかり返していきます。 ES ロマンキャンセルからダストアタック、今回はこの横出しがチュープに対してかなり強化点となっております。足合い間に合わず、エンゲスブリンガーからジャンディ、ジャンディここは完成乗り切らず、わーっとエスリーが当たってしまった、これは痛いぞ。 KDD から画面端、うまいダッシュ、ダサドク炎を盾に出てくる空手投げ、どちら着地足払い、これは見えません。21でロイさんがまずはリーチをかけます。ごめんね、3先で最近7先しかやってないから7先って書いちゃったみたいです、ツイッター父さん、関西って煽りもなんかレベル高くなりましたね。ギスギスやばいっすよ、そういうのはやめましょう。ノーカードなのみたいで、関西それ日常茶飯事なんですか。怖い怖いっつって一緒にカード探してやろうか、やばなくしたんか、関西すごいですね、面白すぎる。さあ 2-1、 そりゃメンタル強くなるな、そして相手の関西勢が性能をうなずけます。さあマイピン、確かに金融スから足割りガード、直線ガード見せていきますが、なかなか的を絞りきれない、画面足。さあ壁張り付き、クナイを投げて、おそ処理券走ってくれた、アルファブレード逃げていく、タチケヒット PPK からボルカ叩き出し、ここは入らない距離、アルファブレードプラスまで当たって、おっとブリッツ、林手裏剣を使っての速い展開での崩しを展開しようとしましたが、ブリッツが全てを弾いていきます。マイピー2杯そら足寿司すき焼きからブリッツ、ためるが届かない、こちらブリッツ、これが非常に厳しいチップの強力タック、基本的にはそぎがさんというようなブリッツで返されてしまいますね。さあここでリーチをかけた状態でブリッツを使ってきます。さあそして寿司すき焼きに対して割られていたので、ここは P 転移でガードを選択、ここでついにリターンを取ること、リスクを負わせることに成功しますが、この
飛びながらのジャンプハイスのジャンプ P が非常につらい。さあここは奥攻め、さあ天に対してジャンプ置いておく、ジャンプハイスラ隙も少なく非常に判定も強い。画面端追い込まれた、ブリッツ素晴らしい。ここはアルファルが拾えそうですね。かっけ展開が早い、すっげーかっこいい。いやここはかなりやっていたが、ブリッツが再び牙を抜きます。今のバーストねされても大丈夫なようにロマンキャンセルしたんですけども、ここは取りたい。進むチップ、画面端足払いヒット、あー取ってないか。ここですね、上海ジャンプハイスラのバリア返していく、どう攻めるか。エンクレス、ジャンハイからわーとリボルバー打ってきた。勝ったのはロイソル 3-1 で、勝ったのはロイさんとなります。おめでとうございます。それでは両者コメントをいただきたいと思いますので、こちらまでお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ一言コメントお願いいたします。リボルバーとブリンガーで、マイピーが